ふくらはぎが細くならないんです。そんな人におすすめな内容です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、ふくらはぎ痩せのお話になります。もちろん足痩せも可能です。ふくらはぎはダイエットと違って、もちろん脂肪が減ってもですね、足が細くなる人もいますが、足が細くならない人ももちろんいます。上半身結構細いし、太もも細いのにふくらはぎだけ太い、そんな方はですね、まず太い人と細い人の違いを見ていきましょう。まず足のね、細い人、ふくらはぎの細い人は、歩き方、足裏の重心、足指の力、太ももの筋肉、この4つがバランスがいい方なんです。そして太い方は、脂肪で太い、むくんで太い、あとはこちらの4つのどれかがバランスが悪い、そういったことによってふくらはぎが太くなっています。まず改善の方法としては、一番にできることは歩き方です。歩き方を変えるだけで、ふくらはぎっていうのは無駄に力が入らない、足裏の重心が良ければふくらはぎの横が膨らまない、そういった改善ができますので、まずはダイエットとは違ってですね、むくみとは違って歩き方をまず改善することが大切です。説明します。よく歩くとき、走るとき、かかとからついたらいいよっていうふうに一般的には言われてるんですけども、かかとからつくことによって膝が曲がった状態で歩くようになってしまいます。要するに体の重心よりも足が前に出て歩いてしまうと、前もも、ふくらはぎにしっかり負担がいくため太くなってしまいます。その時に足指の力、足の指でですね、地面をピタッとつけてないとですね、こういう風に足指が浮いてると足の裏のバランスが悪くてですね、外側がボコッと張ったようなふくらはぎになってしまいます。そうならないためには、足の裏をまんべんなく床につける、足の指がね、力がないと浮き足になってしまいますから、指の力をしっかりつけてですね、歩く際にはペタッと足の裏が全体がつく感じで歩く意識をしてください。かかとからつくとですね、やはり浮き足になって、かかとから指にかけてっていう風な歩き方になってしまうので、そうするとふくらはぎの筋肉が発達します。なので、できるだけペタッと足をつけることが大切です。その時でも重心が残ったまま足が前に出て歩くとですね、足をベタッとついていても前ももとふくらはぎに負担がいってしまうので、筋肉が発達してムキッとした感じになります。なので、足の裏をベタッとつけるんですけども、体を前に持ってって歩くっていう意識です。まあ、大股になればなるほどね、それが難しくなります。ふくらはぎ細い人っていうのは割と小股でペタッ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 と歩いてます。あとはヒール履く人っていうのはこうなってますから、こういう方が足を前に出す歩き方をしてしまうと、こういう感じで歩いてしまうので、ふくらはぎと前ももが発達しやすい。ですので、ヒールを履いていてもできるだけ体を前に持ってって膝を一回ずつ伸ばす、こういう感じで体を前に持ってって歩くっていうことをすると、前ももとふくらはぎは無駄な筋力が落ちて細くなってきます。ちょっと簡単な説明でしたけども、まず足の裏の重心が内側でもなく外側でもなく、ちゃんと指で地面をついてまんべんなく足の裏を使う。そして足の指の力が弱い人は指が浮いてますから、そうなってくると内側とか外側にバランスが崩れてですね、O 脚、X 脚、XO 脚、そのような足の体型になってしまって、無駄な部分に力が入ってまっすぐな足じゃなくなる、ふくらはぎがししゃも足になってしまうっていう場合があります。あとはももの筋力ない人はですね、やはり足を上げずに歩いてしまいますから、かかとからつま先っていう風に歩いてしまいがちです。ですので、やっぱりももの筋力を鍛えることによって足を持ち上げて
歩くことができますので、足首で歩かないことによってふくらはぎが発達しにくくなる。前ももを持ち上げて足の裏をバランスよくペタッとついていればですね、ふくらはぎが無駄な負荷がかからず、必要な筋肉だけになってふくらはぎが細くなります。もちろん脂肪とむくみがある方はですね、これはまず改善しなければいけないんですけども、だいたい脂肪とかむくみがある方っていうのはやはりももの筋力が不足しているとか、足指の力が悪いとか、足裏の重心が悪い、この辺もありますので、もちろん脂肪むくみがある方も歩き方からまず変えてみてください。歩く際には足を前に出すんではなく、体を一緒に前に持っていって膝を伸ばして歩く、前ももを持ち上げて、ヒールを履く方もですね、膝が常に曲がったまま歩かないように前に出した足をしっかり伸ばしながら体を前に持ってって歩いてみてください。そうすることでね、四捨五入が綺麗なふくらはぎになってくれます。ということで、簡単なふくらはぎ痩せの話だったんですけども、これはですね、歩き方一つで前ももの筋肉の発達を改善できます。簡単にやってみてもらいたいのは、体重を前にすればするほど前ももは柔らかくなります。後ろにすればするほど前ももに力が入ります。ですので歩く際にはできるだけ体を前に持っていくイメージで歩くことによって、歩く際の前ももの踏ん張りがなくなってくれます。前ももが発達している方っていうのは、前ももを使う習慣、または前ももを使う意識が常に働いてますから、歩く際にそうやって気をつけてもらうことで、前ももの筋肉がね、柔らかくなって必要な分だけになってくれますんで、太もも痩せにも効果的です。ぜひ歩き方を改善してみてもらえたらと思います。勉強だった方、頑張った方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はシェアもよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。